新聞の切り抜きで、はい、要約して感想を書くみたいな。運動は割と得意でした、はい、高校までずっとリレーの選手で。実はその絶対に成し遂げたいもの、ちょっとブランドを作りたいな。そうだよ、始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、ごきげんよう、ベルです。はい、ベルさんにおいでいただきました。はい、よろしくお願いします、はい、文学系 YouTuber ですからね。そうですね、読書の魅力を発信しております、はい、ね、そしていつもの決めゼルフ、ね、はい、ごきげんよう、はい、これ英語で伝えるとどんな感じになるんですか。欲しいですね、ごきげんようって、まあ、普通の挨拶じゃないですか。 How's it going? とか How are you? みたいな感じになるんですかね。なんかないんですか。食べる、比べる、喋る、ベルみたいな、ないんですか。それめっちゃオスじゃないですか。ベルさん何でもできていいなとか言ってこの前言ってて、ベルで全部かけられるじゃないですか。何でもダジャレできると思っていいなって思って。じゃ今日はもうベルしゃべるでお願いします。ベルしゃべる、はい、ダンベルないか。はい、ベルさんやっぱ謎の YouTuber として売ってきてるわけですが、はい、別にそんな風で売ってるつもりはあんまないんですけどね。結構やっぱ謎だっていう声が。確かにちょっといろいろあんまりプライベートな感じで出してないかもですね。そうですよね、はい、全然出てなくて、はい、どんな人なのみたいな、うんうんうん、近寄りがたい人なのみたいなのがね。そんなことないですよ、きっとあるので、きっとあるので、どういう感じだったのかって言うんですけど、はい、どうですか、子供の頃からやっぱ本は好きだったんですか。活字中毒っていうレベルじゃなかったとは思います。はい、順当にその読書好きが歩むような絵本を読み、うんうん、ご児童文学、うん、ね、ゾロリとかも読んで、あ、解読ゾロリで、はい、ほうれん草マン、知らない。え、解決ゾロリってあれほうれん草マンの敵役だったんですよ。そうなんですか。ほうれん草マンが先でその敵役で人気出たから解決ゾロリ。へえ、もうあっちメインじゃなかったんですよ。出直してきます。なんて言うんでしたっけ、そういうのってパロディじゃねえや、なんて言うんでしたっけ、スピンオフ。そう、スピンオフが、スピンオフの方がメインだった。スピンオフって英語でもスピンオフって言うんですか。スピンオフです。おー、和製英語かと思った。スピンオフ、スペナー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 、ノンスペオ、ほうれん草、ね、そうそうそう、そうだったんですよ、本当に。そう、ダジャレ好きです。え、じゃあポパイはほうれん草マン食べちゃうみたいな。なんでほうれん草マン、ほうれん草マン、そうか、全く分かんないから。分かんない。豚ですよ、ほうれん草マンって。え、嘘。え、でも社会人としてのほうれん草はきちんとしてるんですか。あ、そこ報告、連絡、相談。豚の子供、ほうれん草マンって。解決ゾロリ診断っていうのが最近流行ってて。何ですかそれ。ハッシュタグでトレンドに上がってたんですよ、はい、でやったら私はアーサーでした。アーサー、あー、キャラクター。向いてる職業、王様って。王様。頑張ります。アーサーを、まあ、青い鳥文庫とか、まあ、いろいろ読んで、はい、中学の時に、まあ、結構ハマって。でも大衆文学ですね、あの、うん、ミステリーとか。あー、はいはいはい、ガツガツ読んで、うん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 、勉強できたんですかその頃は。まあまあまあっていう感じですね。まあまあまあ、よく言うじゃないですか、本を読んでる人はやっぱり勉強ができるんだとか。ああ、まあできる方だったとは思います。はい、さっきのね、そうそう先生とのね、話してた時とかも量じゃないんだ、質だみたいな感じで言ってました。と、今小学校の時思い出しましたけど、はい、読書感想みたいなの書いて、でみんな何枚書けるかみたいなのを競争させてました、うんうん、先生。結構ストイックですね。じゃあ読んでこうやってみんな読んで借りて、なんかいっぱい書いてました、うんうん、自分もそういえば。ああ、ほうれん草マンとかゾロリとか読んで書いてましたわ。ああ、そっか。私、あ、でもありましたね、やっぱ自主学習ノートっていうのがあって。ほいほい。何やってもいいんですけど、うん、必ずやるのが新聞の切り抜きで要約して感想を書くみたいな。へえ、それは結構毎日やってました。もしかしたらその力が今発揮されてるのかもしれない。これは重要ですね。まさにやってること。そうですもんね、YouTube 上で。そうなんですよ。勉強自体はじゃあ全然好きで。そうですね、好きでした。やっぱなんか新しいこととか知ることは興味があったので、うん、はい、そこはあんまり無理とか、うん、辛いっていうのは印象としてはないですね。どの教科が一番好きでした。好きだった教科、世界史が好きでした。あ、世界史、はい、高校ですけど。です、ね、はい、世界史選択で。あ、言ってましたもんね、ヨゼミで、ね、そう、ヨゼミの佐藤由紀夫先生のチャンネル、今もう全部見てますね。へえー、そういう感じで世界史がやっぱ、何が一番魅力的でした。西洋絵画も好きなんですよ。はい、でそれを知りたいとかリンクしてくるってなって、やっぱ世界史になってきて、なんかそこら辺のつながりとか、まあ、最近だと国際ニュース、まあ、いろんなニュースとかも、まあ、実はこう遡ってみるとっていうようなことが分かって、はいはいはい、まあ、よくね、池上彰さんとかでね、解説してますもんね、そういう。
ういうのね、まあ、そういうのも楽しいですよね、うん、音楽とかなんか出そうな感じ。でも音楽も、はい、好きでした。国語ではなかったんですね。そうですね、国語もまあ好きな方ではありましたけど、はい、取り立ててその絶対これみたいな感じではなかったと思います、うん、それで運動は別に。あ、運動は割と得意でした。あ、はい、そうだったんですね。そうです、高校までずっとリレーの選手で。へえ、すごい、何でもできちゃうタイプだったんですね。いやいやいや、まあ、その中では、まあはい、それなりに頑張ってたかなみたいな感じですね。ね、でもじゃあそこからどうして文学系 YouTuber になろうと思ったんですか。もともとその文学系の YouTuber としてやってたわけじゃないんですよね、はい、あの5年ぐらいもやってるんですけど、はいはい、絞ったのはもう多分2年とかそんなぐらい で、ね、それまではあのマルチチャンネルで、ああ、マルチ商法ですか。それやってないですVlog とか、あ、はいはい、まあ、ピアノ弾いたりとか、まあ、うん、趣味ですね、趣味をこう流してる。ああ、そうですね、ピアノね、うん、でその中の一つとして本を紹介するっていうのもあったんですよ、うん、はいはいはい、でやってる間にいつの間にかその凝ってるというか、この時にはやっぱり難しいですよね、見えないものを紹介するって。そうですね、でそれをやってて、で視聴者のコメントでなんか本の紹介の時って凝ってますねとか、暑いですねとか、これ好きですっていうのをいただいて、あ、もしかしたらこれやりたいことなのかもとか好きなのかもって気づいて、スピンオフ、スピンオフです、ほうれん草マンだったんですけど今までそこからのゾロリですね、ゾロリ、ゾロリなんですね、ゾロリが文学、はい、そうですね、でそこからまあでもね、本当に今でこそこう例えば教養系とか教育系とか、うん、こうジャンルを特化してるものって人気ですけど、はいはい、まあ、その時にはさほどって感じだったので、あまり見られもせず、はいはい、で悩んでたんですけど、ネクストアップっていう YouTube の合宿みたいなのがあって、あ、YouTube の、はいはいはい、でそこから身を見まねだったのが、うん、あの撮影とか編集の技術を習って、あ、ちょっとここで一歩やってみたいなっていうので、はいはい、まあ、だとしたらっていろいろ練っていって、うんうん、だったら今までちょっとやりたいなって思ってたやつに絞ろうかと。あ、なるほど、なるわけで YouTube のことをベル本気で調べるっていうやったわけね。カンタロウさんの時に思ったんですけど結構ボケられるじゃないですかボケられる、だけど、はい、あの場でめちゃくちゃスルーされるからなんかしかもノーカットのそうノーカット流れちゃってめっちゃ強メンタルだなって思って全然全然いやでも好きです私そういうの、はい最初はじゃあチャンネル名も違ったわけですよね。そうです、なんか結構奇特な名前でベルリンの壁っていう名前でした。そっちで最初見ましたわ。ああ、 そうですね、はい、結構昔から見てくださってる方は、はい、ベルリンの壁で知ってるかもしれないですね。じゃあまさに世界史売りだったわけですね。確かに確かにで実際行きましたからねベルリンの壁なるほど、壁の後のところに、はい、ね、はい、あのキスしてる、はい、のところで僕はヨーロッパで一番好きな街です。あ、そうなんですか、はい、ドイツのベルリンが、バリンですね、ベルリン、バリン、バリンですね、英語だとベルリンの壁を始めるきっかけはあったんですか。まあこれは本当になんとなくな感じですね。なんとなく、あのまず顔出しとかもしてなかったですし、はい、そうですね、はい、ピアノをちょっと弾いたのを出すとか、はいはいはい、ツイッターの小動画っていうんですかね、はいはいはい、ちっちゃいミニ動画みたいなのを出す感覚だったので、特に何も考えずに最初はそうですか、やってるうちにちょっとなんか鼻マスクとかですか最初はこれこれさんじゃないですか僕そうだったんですか。あ、そうなんですかそうそう、僕最初え、これこれスタイルだったんですか。そうそう、これこれスタイル、ドローン少年の、あのノエルみたいな今やね、いろんな、いや、いろいろやらせてもらってありがたいですね、本当に出版社から一目置かれて、いや、とんでもないです。じゃあ、YouTuber のね、力をベルさんが紹介した本はもうバーンって、軒並み、軒並みもうわーンってね、プレッシャーじゃないですか、それどうぞ、皆さん買ってください、ね、ベルさんに企業案件、本一冊50万ぐらいでやりますから、まあ、本当にいろんな、ね、出版社に行ったりとかもしてますもんね。あ、そうですね、いろいろコラボさせていただいたりとか、この間もね、週刊文春週刊ではない、文芸春秋社に行って、はい、もともと文芸のところなのでね、はい、そうそうそう、はい、週刊に行って止めろ、私の写真止めろ文春報止めろって今のところノースキャンダルでやらせてもらってノースキャンダルでやらせていただいております、はい、これからどんな感じでやっていくとかあるんですか。まあ、実はその絶対に成し遂げたいものっていうのはないんです。あ、ないんですね。森鉄さん結構あるじゃないですか、はい、野心メラメラな感じなんですけど、あるものを頑張ってやっていきます、
はい、それで、まあ、そこから多分次のやつが見つかってったりとか していくタイプなので、はい、YouTube もそうだし、例えばそれをちょっとあの飛び出してなんかやってみるのも面白いかなとも思ってますし、うん、ベル演奏するやつやればどうですか？ハンドベル？なんかこうチャレンジチャレンジそれで一緒にやります。それでいろんななんか有名な曲とかこうやってやってってベルハンドベルチャンネルでハンドベルチャンネルでクリスマスの時多いそうですみたいな。あ、確かに。直近の目標はないんですか？うん、直近の目標、直近は年収1億ぐらいだなとか、 なんかそういう。まあね、一旦ちょっと軽く変えてなわけない。いや、森手さんは叶いません。いや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 、ちょっとブランドを作りたいなみたいな話はあるじゃないですか。ちょこちょこ言ってるんですけど、はいはいはい、その読書をしている人のイメージってどんなんですか？読書をして、ああ、陰キャ？まあ、でしょ？なるじゃないですか。はい、やっぱりちょっとメガネしてて、なんか、はいはいはい、図書院のこうイメージというか、はい、おとなしくて、はいはいはい、ありますね。で、就活とかだとこうありきたりな趣味とか、あそう、読書趣味ですって言ったら、それ趣味じゃないよみたいな、あないでしょみたいな、はいはい、趣味ないんでしょってなるんですけど、うん、私は結構本来読書ってすごいかっこいいものだなっていうイメージを持っていて、うん、でもそれって多分今 YouTube でやっているだけだとなかなか伝わらない、うん、やっぱこう概念の問題なので、うん、でそういうのを一つリアルなものとしてそのブランドっていうことなんですけど、まあアパレルでもいいし、はい、何か読書的なグッズでもいいんですけど、うん、あ、このアイテムで読書してるとかっこいいよねとか、そういうのを提案していきたいっていうのがちょっとあります。ブランドが爆買いしてください。お願いします。爆買い爆買い。そのブランドが、ね、年末あたりに出るかもしれません。ジングルベルみたいな。好きだな。ブランドジングルベルみたいなないんですか？そんな。いや、なんかちょっとダサくないですかそれ。本当にベルっていう言葉だったらもういろんなものに絡められるからいいなって思ってます、うん、僕は。森鉄さんできないですか？できないです。森鉄って話の内容を森鉄森鉄よくないマイナス。言われたことあるけど。嘘立てだ。嘘立てサーベルタイガーとも絡めるじゃないですか。ベルサーベルタイガー。ジャパリパーク出ますか？じゃあいいじゃないですか。ベルサーベルタイガーと本当のサーベルで。ちょっとそういう色だしね今日。今日のアイテムはみたいなので、まずサーベルでいきますとか。それ需要あります？次ダンベルでいきますとか。コンサルしてくださいよ。めっちゃウケると思いますもんね。あのベル改造計画で。ベル改造、うん、いや、だってそれだけ企画山ほどじゃ、ベルつく単語なんか山ほどあるから、もう何でもいけちゃう、うん、サブチャンでやりますわ。あ、サブチャンやられてますよね。やってます、はい、うん、森鉄さんチャンネル。そうです、森鉄さんチャンネル。おとといも握手してくださいって言われた人が、はい、サブチャンネルだけ登録してます。なんでだよ。メイン登録してる。なんでだよ。でも分かります、私も今そのあのサブチャンネルの方が好きみたいな人はいますね、うんうん、そういうのが見れるかもしれないですね、はい、ぜひぜひ期待しておいてください。はい、今回は一緒においていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、私のチャンネルの方でも森鉄さんとのコラボが上がっておりますので、ぜひご覧ください。